猛暑が続く中、県内では水の事故が相次いでいます。県では水難事故多発警報を発令し、注意を呼びかけています。三島市は今日も猛暑日となりました。地元を流れる源平川では、涼を求めて多くの親子連れが水遊びを楽しんでいました。川遊び楽しいですか？楽しいです。上と下に大人を配置して、大人数で来るっていう、目を離さないっていうことぐらいですね。やっぱり川なので、いろいろ事故も聞くので怖いので、県内では今月に入り水の事故が相次いでいます。昨日までに33件発生し、4人が亡くなりました。今年は新型コロナの影響で海水浴場が閉鎖される中、川遊びに訪れる人が多いといいます。多いですね。とにかくお盆休みの時はすごい人出だったです。海もプールもどこもやってないんで、子供ってかわいそうだなと思って、できるだけ近場で、浅いところの流れがあまり速くないところの川を探してここに来ました。人が増えることで事故の危険は高まります。静岡市の藁科川では先週、小学1年生の女の子が溺れ、一時意識不明となりました。各地で同じような事故が相次いでいることから、ライフジャケットを着るなどの対策を取る人の姿も見られました。ライフジャケットしてる。ライフジャケットして浮き輪持って。厳しい暑さが続きますが、最新の注意を払いながら水遊びを楽しんでください。